日本の在外交換が設置されている国日本の在外交換の一覧は名誉総領事館名誉領事館を除く日本の在外交換の一覧である。なお、在外交換の支部として設置されている領事事務所についてもここでは合わせて記載する。2021年1月時点で日本の在外交換数は229となっており、 その他に3の献金駐在官事務所が設置されている。また、2019年11月時点で、中米仏に次いで、世界で4番目に、大きな規模の外交ネットワークを持っている。在韓国日本国大使館、在中国日本国大使館、在イ日本国大使館、在マレーシア日本国大使館、在アメリカ、合衆国日本国大使館、在ホノルル日本国。 総領事館在カナダ日本国大使館在ペルー日本国大使館在メキシコ日本国大使館が9会に入居しているトレマプフレ在ウクライナ日本国大使館在英国日本国大使館在エストニア日本国大使館在ジョージア日本国大使館在クロアチア日本国大使館在スウェーデン日本国大使館在スペイン日本国大使館在チェコ日本国大使館 在ドイツ日本国大使館在ノルウェー、日本国大使館移転前の在ノルウェー、日本国大使館在フランス日本国大使館、在ポーランド日本国大使館在ロシア、日本国大使館在ガーナ日本国大使館、在オーストラリア日本国大使館在ケアンズ、領事事務所日本と台湾は1972年の日中国交正常化以降、 国交を許さないため在外交官は存在しない。ただし、日本の対台,台湾窓口機関である公益財団法人日本台湾交流協会が民間の利益代表部として2カ所の事務所を設置している。歴代の財団法人交流協会の理事長や台北事務所長には大使を経験した元外交官が就任している。 2012年1月、外務省は来たる2015年までに150大使館体制とする目標を掲げ、各国の首都以外の都市にある総領時間を減らし、資源国を中心に大使館を新設することを検討していた。この目標は、2018年1月1日に150番目の大使館として在キプロス日本国大使館が開設されたことにより、 三年遅れで実現した。2018年3月30日に成立した、在外交換名称1給与法改正法により、在外交換として、フィリピンのダバオに在ダバオ日本国総領事館を、北、大西洋条約機構の本部があるベルギーのブリュッセルに、北、大西洋条約機構日本政府代表部を、それぞれ新設することが決まった。 同改正法は、政令で定める日から施行する予定で、このうち北、大西洋条約機構日本政府代表部の新設については、2018年7月1日に施行した。ありがとうございます。